は前に出る。背中は任せたぞ。逃がしはしない。おもんじきり、また強くなったぜ。注意しろ、敵襲だ。今の戦い、俺一人でも十分だったな。俺一人で十分だ。恐ろしい寒さだが、動くと少しは暖かくなるな。戦闘開始だ。協力して倒す。驚くほど手応えがなかったな。敵です。どんなか進んでいきましょうか。相手が悪かったな。もう周囲の敵はいないようです。少し休んでいきませんか。また強くなれました。もっとお役に立てるよう頑張ります。俺が前に出る。背中は任せたのだ。はしない。すぐに違うぜ。これも。よし、補強していこう。それでは灼熱の砂漠に参りましょう。砂漠にはどんなモンスターがいるのか楽しみだな。
暑いですね。喉が渇いてきました。これだけ暑いと熱中症になる危険がありそうです。体調管理に気をつけながら火のマナーストーンを探しましょう。いらっしゃい。いい商品揃えて、またのお越しを。この砂漠のどこかに火炎の谷があるんですよね。きっと強い魔物がいるはずだ。楽しみだぜ。押し抜けだな。
暑さは相変わらずだな。みんな大丈夫か？私たちの邪魔をしないでください。そこ、さあ、参ります。風よ、さあ、せっ、そこ、よっよ、せっ、そこ、よっよ、これで本気でいきます。風よ、さあ、せっ、せっ、せっ、お金がたくさんあると安心しますね。後悔し、逃がしはしない。俺たちと出会ったこと。貫く、そこで。ガラン閉じ込みの技です。風よ、さあ。驚くほど手応えがなかった。ところに村があるのね。休憩できますね。助かりました。それと忘れずに必要なものを買い揃えましょう。いらっしゃい、いい商品揃えて。またのお越しを。油断したか。なんと、助かったぜ。逃がしはしない。そこで時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。この暑さを克服してみせる。
そこを動くな。当然間違いない。俺は強く。ついてこれないだろ。俺一人で十分だ。やってやるぜ。ドラン閉じ込みの技です。かけよう。ダーよっ、よいしょ。逃がしはしない。そこです。そこ、そこ、よし。一発技で仕留められたな。今の感覚を忘れないようにしよう。ホークアイ、来ちゃダメ。ふん、バカな娘。呪いを解いてやったんだから少しは役に立ちなさいよ。さあ、ビル、ベン、この前の借りを返すんだろう。最後のチャンスをやるよ。ジェシカ、ビル、ベン、そこをどくんだ。お前たちの相手は我々だ。今度はこの前のようにはいかぬぞ。美獣様に授かった闇の力見せてくれよ。ビル、ベン、目を覚ましてくれ。俺たち仲間だったじゃないか。ビル、ベン、行くぞ。ベン、忍法邪神合体。もう俺の声は届かない。このままじゃ本当に二人を。そこだ。まだです。そこを動く。よっ、もんじじり。そこだ。湧き上がる魔力を。守りの力を。プロジェクトアップ。守りの力を。そこだ。
そこを蹴る。せっ、蹴る。そこだ。これで。せっ、そこ。蹴る。そこ。せっ。よっ。蹴る。そこ。蹴る。そこを動く。せっ。はい。さあ。これを。なぜなんだ。くそ、ビジューム。それにしても、ビジューはここで何をしていたのかしら。もしかして、ビジューもマナストーンを狙っている？
美獣の目的が何だろうと、俺はジェシカを救うだけだ。リルとベンを操ったこと絶対に許さん。暑さには耐えられないな。私たちの邪魔をしないでください。そこだ。そこ。来信。水遁。もう周囲に敵はいないようです。少し休んでみませんか。まだです。これを。負けられません。やるな。はい。油断したか。やるな。油断したか。協力してぶち飛ばすぞ。よっ。そこ。それは。そこだ。当然の勝利だ。次の目的地に急ごう。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。カトン。よしよし、ない。よしよし、ない。相手が悪かった。さらに戦いのコツをつかんだぜ。敵襲だ。水遁。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。ぶっ倒しをしない。気を出せばこんなところさ。私が倒します。行きます。
皆さんは休んでいてもいいですよ。貫く文字切り本気でいきます。壁を相手が悪かったな。そこでそこでまあ、こんなところかな。油断したか。くそ。後悔し、俺たちと出会ったことはない。壁を本気でいきます。星のきらめきのごとく。ギューセーション。そこだ。それは呪文的に。なんてもう一度だ。助かった。そこせそこだ。また強くなったぜ。それ以上近づくと、この小娘を炎の中に投げ捨てるよ。他にも仲間が嫌がったのか。うのれ、覚えておいで。ニキータ、助けに来てくれたのか。ジェシカの様子はどうなんだ。気を失ってるだけのようだけど、かなり弱っているにゃ。このままでは危険な状態ですにゃ。なぜか美獣の呪いの首輪は解かれているけど、長い間にわたって呪いがかけられていたせいで、ジェシカさんの心と体が弱ってしまっているにゃ。オイラがジェシカさんをオアシスの村ディーンにお連れしますにゃ。兄貴たちは美獣を追ってくにゃさい。美獣の狙いはこの先のマニャストーンです。急いで。マナストーンのエネルギーを放出したよ。マナストーンの封印を解く金樹の媒体にするために、あの小娘の呪いを解いてここまで連れてきたが、思わぬ邪魔が入った。まったく役に立たない小娘だよ。だが代わりにお前たちが倒したビルとベンの魂を使ってやったのさ。要は誰でもよかったんだけどね。聖域への扉は我が主黒の貴公子様が開くのさ。マナストーンのエネルギーが解放されている。アルテナもそうだったけど、美獣も聖域への扉を開こうとしている。みんな
マナの剣を狙っているんだわ。もしマナの剣が悪しき心の持ち主に使われてしまったら、マナの木は枯れ、世界からマナは完全に失われてしまう。封印されていた神獣が蘇り、世界は大変。急ぎましょう。早く精霊たちを見つけて、彼らより先に聖域への扉を開き、マナの剣を手に入れなければ。話は聞いたぜ。あの女、マナストーンをこんなに仕上がって許せねえ。俺も力を貸せ。おお、燃えてきたぜ。やる気満々ね。これからもよろしくね。うん、任すぎ。オラオラオラ。うーつりゃー。水のせい。これを仲間にしました。次はどこへ行きましょうか。フォルセナの南東にある月夜の森を目指そう。獣人が住んでいるらしいから、油断は禁物だな。ぶっ倒すぞ。ドラゴン事故の技です。風よ、持ち切れ。そこ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 当たって逃がしはしない。全滅させたようだな。努力してぶっ飛ばすぞ。逃がしはしない。逃がしはしない。逃がしはしない。
この調子で行きたいです。強くなっている。これを俺が前に出る。パワーアップ任せたぞ。すごい、全身に力がみなぎっています。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。風よ、吸い飛んだ。もうすぎる。せっ、そこせっ、そこ、時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。いらっしゃい。